戦争に関わる読み聞かせ重要なのは、ブックトークや読み聞かせをするとき、自分がどの立場でどのようなテーマを掲げて進めるかです。そのためにも、読み聞かせをする本以上のことを勉強する必要があります。戦争を反対なのに、戦争に加担することになってしまうこともあります。絵本では、教科書にも掲載の絵本土の笛や朝子優子がおすすめです。確か紙芝居もあったと思います。しかし、 戦争もやむなしという考えをお持ちなら、上記の絵本は、その読み聞かせには適切ではありません。自由と自分たちの平和を勝ち取るためなら、戦争もやむなしの文化もありますから。そのような文化を愛している人は、別の本を探さなければなりません。あなたはどの文化を愛していますか読み聞かせも文化の一つです。吸収力のいい子どもたちの考えに、多大な影響力を及ぼします。読み聞かせは、 その本の背景も知らなければなりませんが、今の私たちの社会のありようも知っておく必要があります。日本が常任理事国入りを希望しているとか、国会議員の靖国参拝問題はどうなっているのか、憲法9条をどのように変えようとしているのか、自衛隊がどうして海外に行く必要があるのか、武器輸出可能の法案を推し進めているのは誰か、武器を作っているのはどこの企業か、などなど。利益が絡んで、戦争への引き金を引くことがあります。 もし学校で読み聞かせをするなら、他の先生方にも内容を伝えておくべきです。その学校が君が代を歌うのか、日照期に敬礼するのかも知っておかなければなりません。読み聞かせに限らず、他の文化の動向を知っておくことも大切です。例えば、その戦争映画が訴えているものは何なのか。そうすれば、読み聞かせをするときの自分の姿勢が見えてきます。読み聞かせは、言葉、文字、から伝わるものです。 焼夷弾のことを説明しても、花火のように伝わり理解されるかもしれません。映像にすればガラスのウサギも、もっと戦争の悲惨さや命の尊さが伝わるかもしれません。でも、そのビデオを片手間にかで寝転んで見ていると、原作者が願うものとは違った形になるかもしれません。映画館でみんなと一緒に共感したいものです。岩崎千尋さんの絵本で出てくる子どもたちは、小さな挿絵さえも、いつも何かを語りかけてきます。 一見戦争に関係ない絵本に見えても、その生まれてきた背景を調べると、どれも平和と幸せへの願いが見え隠れします。絵を描く時の姿勢が、彼女の表現として出てくるからでしょう。要するに、戦争をテーマに読み聞かせをする語り手自身が、どの立場でどのようなテーマを掲げて進めるかが重要になってきます。自分の姿勢を見つめ直して臨めば、語るべくして語ることを伝えることができるはずです。